ちゃんの方がもう一目瞭然、はい、本当ですね。でも何も違和感も何もない、あ、そうですね、はい、簡単に自分の皮膚があるということなんですね。何にもつけたりしないんで、うんうん、洗うだけなんで、洗うだけ、本当にそうなんですよ。あの、はい、日焼け止めもつけてないですよ。力説したいのは友達とか、うん、ずっと生まれてた地元なんで、あの友達遊ばなくてもしょっちゅう会うんですけど、うん、あの日に日に老けてくんですよ、この年になると、うんうん、あの男子とかこの前会ったよねっていう、うん、すごい期間が空いてるわけじゃないのに、うん、日に日に老けていったり、うん、たまたまドスッピンを見たら、うん、おばあちゃんっていう結構あるんですよ、大げさじゃなく、うん、で、そういう友達とかにあのマスク取ったりすると、うん、いいね、ほうれい線とかなくてとか言われて、いや、私の悩みほうれい線だったんだけどなと思って、もっと感謝してます。6月検診ということなんですけれども、はい、これが今撮った写真です、はい、でこれが前の写真です。最初ですね、何の治療もする前という形ですね。どこがどうなのっていう感じはあるんですけど、でも全体的になんとなく分かれてます、ね、口元も、メスラインも、目の下もいい感じですかね。どう見てもこちらの方が分かるいい感じですね、はい、いいと思います。あの、それでやっぱりあのまあ、落ち着いてはきたんですけど、うん、まああまりおでこね、うん、おでこと この影がね、うんうん、うん、もう、あの、まあ、もう少し、きちんとやれるならやりたいなっていう気持ちはやっぱり変わらないので、はい、はいはい、分かりました、はい。